元らは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売していた、原動機付き自転車である。徹底した、実用性を重視した野生的な感覚を持つ 50cc レジャーバイクとして開発された。1982年6月9日、発表、同月10日発売。販売は、日本国内のみ。形式名は、AAD05。サービスマニュアル上での形式名は、 CT50J。パーツマニュアル上での形式名は CT50JC。社 CT 名はモーターサイクルトラックに由来する。アウトドアユースを意識したワイルドで武骨な外観を特徴とする。カラーバリエーションはミリタリー調のポポグリーンと建設機器を創造させるメイズイエローの2種類。フレームはダブルクレードルに近い形状の交換フレームワークに、 全部にエンジンガードとセンタースタンドのブラケットを兼ねる、バーリング加工されたパネルと、後部にエンジンマウントを兼ねた軽部穴付きパネルを、溶接という既存バイクとはかなり異なる作りとなっている。これに交換を複雑に曲げて、溶接加工した前後の大型キャリアをフレームにボルトとめし、さらに社名をエンボス成形した ABS 樹脂製の大型サイドパネル、複雑な形状をした。 PP 樹脂製の大型前後フェンダーを組み合わせるという大変凝った車体となっている。前後キャリアは非常に大きく大量の荷物の積載を可能とする。また長尺物を固定するためのラッシングベルトガイドを車体左側に備える。これら装備類の影響もあり、車両重量は8 1ラムとなる。これは同世代のミニバイクレジャーバイクと比較するとやや重い。ただし、 現行の株シリーズと比較した場合は、かなりの軽量となる。エンジンは、スーパー株系、全径80度排気量 49cc クーレイオン、ストローク短気筒エンジンを搭載。スーパー株よりも、体系のインレットマニホールドエキゾーストマニホールドに、体系のバルブを備えた本社専用のシリンダーヘッドにより最高出力 4.5PS を、発生する。これは、 同世代のスーパーカブ系エンジンを有するミニバイクの中でも高いパワーを誇る。変速は3速ロータリー式、マニュアルトランスミッションだが、カウンターシャフトから先に、工程2速を有するレバー操作式の副変速機も搭載されており、実質六速を備える。同様の副変速機構を有するものとして、CT110 があるが、部品の互換性はない。 ロータリー式ミッション一速か滑副変速機を低速で組み合わせた場合には最大で約23度の途半能力を発揮する。これは原動機付き自転車でも最高の途半力を誇る。大積載示用に油圧でプリロード調整が可能なリアサスペンションを持つ。プリロードの変更は車体右側のシート下にある回転レバーを回すことで変更できる。 また大積載時の坂道でも安定した駐車を可能とするロック機構付きセンタースタンドを持つ。ロック解除はハンドル左側にあるレバーにて行うが、これはしばしばクラッチレバーと誤解されることが多い。タイヤは前後ともブリジストンレクタングル RE2 のリム計10インチ、幅4.5インチのワイドブロックタイヤを備える。このブロックタイヤとフロントフェンダーの取り付け位置や、 車体色から想起されるイメージから、しばしば、オフロード走行コンセプトの原動機付き自転車と誤解されがちで、事実オフロード使用をするユーザーもいるが、あくまでも本社のコンセプトは、荷物積載量と大量積載時の坂道、路上走行性能にあり、荒れ地、林間山岳地の走破性は高くない。バッテリー、電装系はボルトであったが、本社の販売時期の頃は、 ちょうど1 2トへの過渡期にあり発電機も十分な発電力を持つ。これに、工術の部品供給の問題から、現存する車体では一部に、変圧、整流を行うレギュレートレクチファイアとバッテリーの変更により 12V 化することで、現行の1 2ト転送部品の流用を可能としているユーザーもいる。専用オプションは、スポーツシールド、ヘッドライトプロテクター、 フロントバスケット、レッグシールド、サイドスポーツキャリア、リアトランク、サイドスタンド、リアマットガード、専用ボディカバーの9種が設定、ム用オプションでヘルメットの一種が設定されていた。発売当時は、高回転ハイパワー型かつレーシーなミニバイクが人気を博した一方、本社は土反能力や積載重視という得意性に加え、 当時のメーカー希望小売価格が16万5000円と、原動機き付き自転車としてはあり高であったことから、ヒットには至らなかった。しかし現在では、その機能の特殊性や、替えのきかない特徴的なデザインゆえに、中古車市場では比較的高価でやり取りされる。また本社の部品は、スーパーカブ等の部品と互換性があるが、本社の外観的、 機能的特徴をなす部分の部品は専用品が多く、そのほとんどが廃盤となっているか、自作や流用が難しいことから常に高価で取引される。特に本社専用オプション品は部品以上に流通量が少なく、さらに高価な取引価格となっている。なお、本社に関するアフターマーケットパーツは皆無に近い。オプションのヘッドライトプロテクター。 フロントバスケットのリプロダクト品もあるが非常に高価である。消耗品でありつつも本社専用品となっているドライブスプロケットは現在でも有志が作ったものがわずかながら流通することがある。また本社の用途ゆえに錆びやすいマフラーを代替するためステンレス製マフラーを有志で作ったこともあったがこちらはさらに製作数は少なくほとんど流通することはない。 同じスーパーカブ系の横型単気筒エンジンを搭載している車種を挙げる。ありがとうございます。